とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。戦う構えに入って、さあまずは激しく当たった。おっと電気波、おっと麻痺してしまった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれは効果は今一つのようです。さあ今度はダメージは大きいぞ。あーっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでカイロス登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さてさあこの場面で急所にヒット。さあここで急所を捉えた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでエルビーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで地球投げ。よし、あーっと勝ったか。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。戦う構えに入って、ここで二度キングの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。さあこれはよし当たった。ここで地震攻撃、弱点をついた。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。バトルの姿勢に移って、おっとポケモンチェンジ。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでモンジャラの登場だ。さあ手始めに、おっとあまり効いていない。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。おっと麻痺して動けません。さあ熱戦が続いております。両者向き合って、さあこれはまずまずの当たり。おっとしびれ子だ。おっと麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ今度は
よし当たった。さあこの場面でいい当たり。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここでよし。さあこれはよしヒット。さあ熱いバトルが展開されております。おっと滑りタックル、球場にヒット。ここでダウンです。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでポケモンをチェンジだ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで破壊光線、つい一撃。戦闘むなしくここでダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでヤドランの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者一歩も譲りません。おっとここは動けません。ここで特殊能力をアップです。白熱したバトルが続いております。ここで攻撃力をアップです。さあ今度は大きなダメージ。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでドードリオの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。さあこの場面でいい感じの当たり。おお弱点をついた。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち残ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。戦う構えに入って、さあ手始め。おーっとこのポケモンではまずかったか。さあこちらは急所を捉えた。両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。さあこれはおっとあまり効いていない。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。
さあここで、おーっと強烈、あーっとダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでベトベトンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあこの場面で鋭い当たり、両者とも体力が尽きてきたか。のしかかった、いい感じの当たり、あーっと力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでペルシアンの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。切りたいか。よし、ここでダウンです。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでユンゲラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。激しい攻撃、急所を捉えた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。